白山市役所を訪れた水球の新田一景選手白山市の田村俊和市長から新田選手の出場は白山市に元気を与えてくれるメダル獲得を願っていますと激励を受けました白山市出身の新田選手は去年秋のアジア大会で代表メンバーとして53年ぶりの優勝に貢献先月パリオリンピックの代表に選ばれ 水球男子としては県勢で初めてオリンピックに出場します。もちろん最初はメダルを目指しています。どのポジションでもこなせるっていうのとディフェンス能力、ディフェンスをしてからの速攻っていうところが自分の強みなので、チャンスっていうのをまあ落とさずにしっかり決めきら、決めきれるように頑張りたいです。新田選手は来月日本代表に合流し。 1>, 1ヶ月半の強化合宿などを経て7月に開幕するパリオリンピックに臨みます。